カレンシーはアメリカ合衆国ニューオーリンズ出身のラッパー、ソングライター、ヒップホップミュージシャン、起業家である。正式にはカランドル・ワイと表記する。ライブでのカランドル・ワイ2002年、ベテランラッパーマスター P の主催するノーリミットレコードと契約し、504ボーイズというラップグループの一員として活動。同グループは2005年に解散した。2004年には、 リルウェインの所属する大手メジャーレベル、キャッシュマネーレコードと契約を結ぶ。2006年、アルバム、ミュージックツーフライツーを、キャッシュマネーレコードからリリースする予定だったが、リリース前に同レベルを離脱してしまう。2009年に、アマルガムデジタルと契約し、デビューアルバム、ディスウェイントのミックステープと、セカンドアルバム、ジェットファイルズを、デジタルリリースのみで、続けて発表。 2010年、サードアルバム、パイロットトークと、ホースアルバム、パイロットトーク2を立て続けにリリース。レーベルは、ロック・エイ・ファラ、DD172、デフ・ジャムなど、複数のレーベルを介してのリリースとなった。2011年初頭に、メジャーのワーナー・ブラザースレコードと契約を発表。4月8日には、ザ・アルケミストとのコラボレーションアルバム、カバーとクーをリリース。 6月28日には、フィフスアルバム、ウィークエンドアットバーニー S を発表し、初週に2万3000枚を売り上げ、全米ビルボードアルバムチャートにて初登場22位を記録した。2012年6月5日、シックスアルバム、ザストーンドイマキュレートをリリースする。2015年4月4日、セブンスアルバム、パイロットトーク3をリリースする。2015年12月4日、 エースアルバムカナルストリートコンフィデンシャルをリリースする。2019年12月20日ナインスアルバムバックアットバーニー S をリリースする。スタジオアルバムありがとうございます。